聞け。哲学どもがはしゃいでいる。キャッシュエクを襲った分離主義者の狙いは我々の艦隊の離陸だ。はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。一緒にマイクのスイッチを入れるのにもたついた結果が出遅れであるということで、今週末ね、開催されているスペシャルユニット&ビークル、増援とビークルが 75% オフ、キャピタルシュプリマシー&ギャラクティックアサルトをやっていきたいと思います。飛行機出したいかな、できれば飛行機を出していきたいかな。まあ、アーティラリーでもいいんだけど、アーティラリー出してみようか。まずは100円ですからね。アーティラリーも 100円じゃないけれども、単位おかしいけれども、 100BP ですから、あ、結構なんかあれじゃないの、こんな位置から周回してて当たります。ああちょ、当たってる？これ全然届いてないやつだよね。やべ、当然のことタンクがもう出てきているという。敵います？あ、これ完全にやらかしたな。完全にやらかしております。敵の居場所ほとんど掴むことなく死んでいきます。飛行機は空いているね。ちょっと飛行機乗りましょうか。普段ね、このように大胆なまでのビークルアタックは多少躊躇するところがありますか。またいるじゃん。普通におったぞ。完全に見失っているが、いるね。真後ろに疲れている。タレットガンナーを使いつつ、全然表示されるのはなぜだ。どこにいるか表示してください。どこにいるか表示してください。なんか後ろについてきてるとは思います。後ろについてきてるとは思うんで、ちょっと一人、あの、もう一人狙われてる人を助けた風な感じで恩着せがましく行くんで、お願いします。僕を助けてください。 OK。 待った、めちゃめちゃいない。これはあれかい。これは敵も味方も飛行機頑張るぜですか。これきついね。飛行機のプロきついな。そして残念ながら飛行機のプロではない。痛いっつの。あれ、なんかもうちょっとさ、大胆にマーキングしてくんないかな。味方が来るのこの 木の間をこうすり抜けていくことによって待ちますか。攻める、カードを攻めていく、カードを攻めていく。どう、無理だね。あれ、なんかもうちょっとさ、マーク出なかったっけ。ダメですか。よし、ここ安易なエアリアルに逃げよう。どうした、そんなにあれかい。あ、結構来てるね。おっおっおっ、逃走。何人おる、そこに何人おるかだよな。もうちょっと詰めていきたいよね。味方が詰めてるけど、まだ不安なんだと思うんだよな、そこに動かないってことは。います？輸送車が第二チェックポイントに到達。普通にいますね。あ、拾えてないか。エアリアルはね、ディスラプター拾えないんで。危ねえ危ねえ。反対側いたりしないかな。この辺ね、さっきの私のインフィルトレーター、1個前の動画のですね、インフィルトレーターのように潜んでいくパターンもなんじゃねえかと思うんですが、あんまいないね。これうちのタンクの反応でしょ。
と全然わかんないんだけど、あんまりいる感じはせんけども、あんまりいる感じはせんけれども、やっぱいや空中戦強えんだよな。とても勝てそうもなかったんだよな、私の腕では。結構入られてるって感じなのか。そのようだね。裏取りに行きましょう。行って。なんと。あと何ですか。いろいろ使っていきましょうか。ででん。アクトルファー。あんまり私が使ってる動画、最近見ないアクトルファー行きましょうか。どうですか、この、レギア大金張りの。相手の方は射程ありそうね。あと少し時間をくれ。あれいるな。近くにいたりする？ドロイドを探知した。ドロイドを探知した。ほんま？全然いないけども。あれがいる。モールがいる、モールが。いずれこっちに来そうだよな。スペシャルユニットの罪悪感ね。あんま立てないな。ポンコツすぎますか。下がって再武装だ。おお。ちょっと搬送路を助けますか。来るか。来ているぞ。来ているぞ。ハンソロと？ごめん、ハンソロと誰？ダリコちゃん？みんなどこ行った？ハンソロと、あ、いる。危ない。ハンソロとダリコちゃんですか？なんかめっちゃいなかった、今。いるね、普通に。ちょっと開口ついてないんだよな。なんていうエイム力のなさでしょうか？なんか近くにいない？弾の密度で、弾の密度で勝負していきましょう。敵を殲中。なんか多くないか、敵の密度が多くないか、逆にレベルだ。いいぞ、そいつは傷ついている。隠れてられない、ここで。なかったことにしてください。いなかったことにしてもらえますか。絶対追われてる。いやだー、まだ死にたくない。ドロイドを探知した。くそ。まだ死にたくなかった。まだ死にたくなかった。 RT ですね。 RT も結構好きなんですけれども、カード付け替えてくればよかったな。 RT もなかなかね、強いんですよ。使い方ちょっと難しかったりしますけど、味方の助けになるようにライン上げましょうか。索敵しつつ、いいですね。若干弾持ち悪くて効率よくないですけどね。はい、オーバーヒマで撃ってしまう。4チャージ使ってもよかったか。これこのね、高機動ですね。動きながら敵を始末していく流れですね。止まって撃ってしまうと、コクピットの部分ですね、
スパイロックの部分を狙われてしまうので、さすがに死ぬね、これはさすがにやられますね。まあ、なるべくね動きながら敵の体力を減らしつつ、さらに、ね、接触判定でもダメージをうまくコントロールするというところが強みでございます。遠くてほとんど当たっておりません。これ届いてないやつね。届いてないっていうね、届いてない。いや、こんな後ろの方にはいないんだよな、この周回ルートよ。もうちょっとなんかパイロットの訓練とかできんかな。結局しばらく行けない時間があるから、暇だからこっち撃ってくんだよな。暇なんでね、タンクに見つかったらすぐ殺されるんでね、飛行機に見つかっても殺されますけれども、やめてください。ヘリが尋常ではない。ちょっとヘリが尋常じゃないんだって、やめてくれよ。ちょっと回復させてくれよ。やれることないんだよね。なんかもうじわじわと削られておりますけれども、これ誰に撃たれて削られてんのこれ。助けてください。どこにいますか。ちょっと突撃はやめてくれよ。突撃はどうしますか。ここはやっぱ普段使わないので助けに行きやすか。まあ、エイム力なかったね。味方どっちにいるんだったっけな。ちゃんとあれ見とけばよかったな、リスの。ルークだよね。味方ルーク出してて、東ジャガーノートにいる感じね。来てる来てる来てる。ドロイドをマークした。ロケット来てるぞ。さすがにもう届かんな、その位置は。あれ結構手薄じゃない？大丈夫か？何者かがドロイドを指揮している。誰なんだ？助けに来たでやんすよ。私これをちょっと置いといて、一応ねこの起爆っていうあのこのアイコンのところね、数字がピッてついたら誰か来てますからね。誰か来てますから、敵と撃ち、来てる来てる来てる。すげえ体力が減りましたけれど、俺のドン。こういうことですね。ちょっと待って、体力が西行ってんな、西取るな。そして結構ね爆風がピンピン来てるってことは当たらんか。早くちょっと保険を1枚かけたい。なんか今いたよねドロイド。これ保険かけといて、一応見ておきますよ。来てるねこれ、来てますね。かなりおる。いや、かなり来てるぞこれ。やばいやばいやばい。敵の動向を見つつ、このあれも見つつ、ルークが殺される。ルーク下がって下がって、未確認の敵だ。この人じゃないぞ。分からん、早く。どれくらいいる。やべ、ルークを完全に盾にするというね。ラッキー、ありがとうレイ、助かったよ。完全に味方をおとりにするというヤバプレイが。痛い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 。最終防衛線を一応置いて張ってあるから、右にボスクも見えんな。来たなガス。ドロイドを探知した。
し、全軍突撃。おい敵が多い。ルークのとこ出たいな。なんとかならんかな。ルークのとこなんとかならんかな。まあいいか、スペシャリストのとこに出て味方助けに行きましょう。やべえな、ここに結構押し込まれてんのか。飛行機のプロいるんじゃないの。飛行機のプロ、このスロープのところに的確に射撃してくる飛行機のプロいますからね。あんまりね、この射なんていうの、スロープのところで敵を迎え撃つみたいな動きが有効じゃないパターンあるんですよ。置いといた、入られている。ガスがマージ鬱陶しいね。わー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 、ガスきついな。ラッキーですか。かなり危険な領域まで来てると思いますけど、多いぞ。やれ、いつレイが殺されてもおかしくない。あれ、ホイールホームから解放するまでに多少時間かかる。くそ、もうちょっとだぞ、もうちょっとだぞ。スカイウォーカーめっちゃ見てるね。バイノキュラーでめっちゃ見てるね。いや、レイももう多分体力持たないんだよな。ドロイデカ、高レベルドロイデカ結構突っ込んできてたから助けに行かないとやられちゃうな。置かれたな、押し出されつつあるな。あ、レイまだ生きてるじゃん。任せて任せて、助けに行く。ここが正念場、土壇場でしょう。爆発できんかった、くそ。めっちゃ見てるね。激しいバトル繰り広げてますね。突撃突撃、ヒーロー同士が戦っている。我々は解除に向かうしかない。爆発した。ふお、もう帰るとこなんかねえんだ。やってやんよ。もう俺たちに帰る家なんかない。どんな感じ、みんな使っている、どうしようか。マークで頑張るか。もうがっちりだね。いや、あのがっちりだけど、もう来るよ。よし、このミニレイヤー的な技を。向こう抜けられた臭い感じするな。こっちもやばいか。ピッ、守り固いね。まあ、ここはこういう時エアリアルとかドロイデカを使って一気にね、裏まで行って置くっていう動きで敵の目をね、後ろに反らす動き、守ってる。それを一切許す気のない動き。危ない。エイム力、ドロイドを探知した。そうですね、抜けを見て全部、あ、ごめん。おお。おお。やりおる。いいですね。いい詰め方ですね。これが多分、崩していく唯一の方法だと思うんで、詰めていく流れ、間違ってないですね。これで、一つ壊して、あー、そう、厳しいか。理想であればね、
半分くらいまで行ったところで、一人だけね、全員行っちゃダメなんです。全員守ってると、次のオーバータイムに備えられないんで、いて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 、飛行機飛行機、えげつない、少ないか飛行機。何もしないまま死ぬの嫌だよ。置いたね。そうそう、向こう側にも置いてっていう動きをね。守りをなるべくこう分散させるような動きをしていくと強いですね。もはや終わりだ。危ない危ない。最後はまた、あ、遅かった。アークで出ましょうかと思ったんですが、まあ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 強かった強かったですね。味方強かったと。なかなかね、普段はね2000とか一気にね溶かされるとかなりへこんでしまいますけれども、そんなビークルスペシャルユニットも今週末のねイベント中であれば楽にね使うことできますので、ぜひ皆さん練習してみてねというところで、まあ、大した活躍はしておりませんけれどもね。はい、というわけで今回はここまで。ではまた次回、ご視聴ありがとうございました。また見てねー。